IBM ブレーセンターブレードサーバはブレードと呼ばれる抜き差し可能なサーバを複数搭載可能な筐体内に搭載した形態のサーバコンピュータである。従来のラックマウント型サーバは高さと幅の規格が A やにより決められており、幅は19インチ、高さは1.75インチを一優とし、優単位で製品化されてきた。しかし大量にサーバを導入しなければならない分野では、 一 u や一 u ハーフサーバーといった薄型ラックマウントでもスペースを取りすぎる場合がある。ブレードサーバーはこの解決案の一つとして U 単位の高さを持つ筐体にブレードのように薄いサーバーを差し込むことでラックマウントよりもさらに高密度に設置することを可能とするサーバーとして開発された。ラックマウント型の製品ならば個別に備える電源ケーブルや冷却装置、 外部インターフェース等をブレードサーバでは、筐体側に搭載し、各ブレードが共有する。これで、狭いスペースに大量の CPU を集積でき、電力効率も優れる。また、配線の取り回しやすさや、取り付け部をレバー化することで、ツールレス保守が可能になるため、ハードウェア保守の観点からも優位である。当初は、 多数のサーバで負荷と故障リスクを分散し一つ一つのサーバに性能や信頼性が求められない分野をターゲットとした製品が中心であったがそのメリットが企業の業務システムデータセンターの施設運用コスト削減のニーズと合致していたことで次第に通常のラックマウント型サーバと同等かそれ以上の性能や信頼性が実装された製品も市場に登場するようになった また、コンピュータに必要な機能をモジュール化することで、計算モジュールと合い、大モジュールを冗調化し、対象外性の向上やハードウェア仮想化機能のサポートを提供する機種もある。高密度化のために、低消費電力型の CPU を採用したり、メモリ容量やハードディスク容量の拡張範囲を狭めたりと、ラックマウント型と比べて、性能を犠牲にした面もあった。しかし、 現在では CPU の低消費電力化とタコアカ、メモリ、ハードディスクの大容量化が進み、必要十分な性能を備える製品が多い。ほぼ統一されている機能として、業界標準の A や19インチラック内に搭載できる筐体内に複数のブレードを搭載することができる。各ブレード上に CPU やメモリ、i、オーバス、ストレージなど、 コンピュータとして動作するために必要な機能のほとんどが搭載されている。それぞれのブレードサーバーが1台ずつサーバーコンピュータとして動作が可能である。筐体内にランリムーバブルメディアが統合された製品や上調化電源の増設、非常調化電源の搭載ができるものもある。一般管理ツールを使わずにメーカーが提供する一括管理機能が利用できる製品もある。 また、2.5インチハードディスク1台、または2台を搭載し、シングル、または RAID1 稼働だったものが、RAID5 かつホットスワップできるものも発売されてきている。3ブートや仮想化に対応したものも多い。当初は 7U のスペースに14台のブレードが搭載できるものが主流であったが、現在では 3U10U に複数のブレードを収納している。 格納効率を重視したもの、信頼性を重視したもの、仮想化を重視したもの、消費電力を重視したものなど様々である。ありがとうございます。